色動画。今日は紫色草、みんなで介護予防、無理せず楽しく活性化。本日のテーマはですね、座ってできる楽しい腕体操ピクニック。はい、やっていきましょう。元気いっぱい楽しい歌ピクニックで腕体操を進めていきたいと思います。今日の腕体操はですね、嚥下機能の維持向上、口腔ケア、口腔機能体操の要素もね入っておりますから、食事前の嚥下体操としても使えますので、ぜひとも使ってみてください。さあ、それではね、歌詞の確認参りましょう。これはね、丘を越えて行こうよのあの歌とちょっとね、間違いやすいんですが、丘を越え行こうよ、こっちの方ですね。はい、こんな歌詞、ドン。丘を越え行こうよ、口笛吹きつつ、空は澄み青空、牧場を刺して歌おう朗らに、共に手を取り、ラン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 。ここですね、こっから、このラン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 、ここで、ベロをね歯茎の裏にパーンと当てて、ラン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 、これでベロの刺激、舌の刺激をしまして、その最初から歌を歌うことで、口周り、口先のね、口周りの筋肉を刺激して、でベロを刺激して、そしてこっから動物の鳴き声が入ってきます。ラララン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 、アヒルさん、ガーガー。これでこの濁音、ガーガーで喉の奥を刺激します。口周り、ベロ、喉の奥、この3つのポイントが口腔ケア体操の、ね、重要ポイントなんで、ここをポンポンポンと刺激していきます。それで、ラララン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 、アヒルさん、ガーガーなんで、全部1番2番全部アヒルさんでもいいですし、定番はアヒルさん、ヤギさん、メー、それから2番が犬くん、ワンワン、ニワトリ、オピオオー、この4パターンが、ね、定番です。あとアレンジバージョンとしましては、ララララランランラン、レロレロマン、レレ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 レロとかね、ララランランラン、ライオンさん、ガオー、この濁音ね、ガオー、レレレレロはベロ使って、まあそんな感じで何を入れてもね楽しくできると思いますので、はい、やっていきましょう。まずは笑顔で、足踏みで、手拍子で大合唱していきます。嚥下体操ね、全ての介護予防体操ね、もう介護予防体操に限らず、スポーツ勉強全てですけども、笑顔で楽しくやりますと効果率がぐんぐんとアップしますから、はい、まずはもうその体操とかもうそんな忘れて、笑顔で楽しくピクニック大合唱いきましょう。皆様の歌声を聞かせてください。ピクニックさん、はい。丘を越え行こうよ、口笛吹きつつ、空は澄み青空、牧場を刺して歌おう朗らに、共に手を取り、ラン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 、アヒルさん、ガーガー、ラン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 、ヤギさん、もめー、なら歌声合わせよ、足並み揃えよ、今日は愉快だ。2番、はい。丘を越え行こうよ、口笛吹きつつ、空は澄み青空、牧場を刺して歌おう朗らに、共に手を取り、ランラララン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 、ニルくんもワンワン、ラン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 、ニワトリ、オッエオオー、なら歌声合わせよ、足並み揃えよ、今日は愉快だ。
はい、OK でございます。はい、もうこれだけで、介護予防効果、航空機能、航空体操効果抜群でございます。もうこの周りね、このね、ブワーッとこうね、ポカーポーッとね、温まってまいりました。さあ、ここにですね、介護予防効果の高い体操をね、ドッキングさせていきます。航空体操の意味合いでいきますと、この口周り、さっき言いました口の表情筋、口先の周り、そして喉の奥、ベロ、この3ポイントプラス首と肩、肩甲骨、この辺りの周りの筋肉ね、大きい筋肉、ここをね、ストレッチ、体操しておくことも口腔機能維持においては重要なポイントとなっておりますから、体操を加えることでよりね、介護予防効果と口腔体操効果がアップしていきます。はい、さあ、どんな体操をドッキングさせていくかと言いますと、結構今日はね、楽しいですよ。楽しいですけど、途中ね、脳トレ効果も入れたかったんで、複雑な体操もちょっと入ってます。はい、行きましょう。まず、元気いっぱいの歌なんで、これね、こういう感じで、ドゥン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 で、お顔越え行こう、もう、ピクニックが楽しいぜっていう感じで、どんどんね、こう楽しい気分をこれで盛り上げていきます。そして次、口笛吹きつつ、ここももう、気分ウキウキ、もっと楽しい気分で、腰にこう手の甲を当てて、口笛、体を、体側を伸ばしながら体を揺らします。口笛、後半はさらに体のひねりも入れて吹きつーつーっていう感じね。この変化ね、微妙ですけども大事です。つーつー。次、空は澄み、青空の時はもう大空を、青空、これは青い大きな空をイメージして、空は澄み、青空。はい、この胸を開いて、肩をぐっと、肩関節をぐっとストレッチしていきます。もうこの時ちょっとね、厳しい方はこのぐらいでもいいですよ。はい、空は澄み、青空。次、巻き場を刺して、これはもう歌詞通り、巻き場を刺して、あそこまで行くぞっていう感じでピカーン刺します。腰の手はね、スキップの時はなんかちょっと可愛らしく手の甲ですが、巻き場を刺す時は行くぞっていう感じで、この手のひらでうわっというね、先頭上がりにおっちゃんがね、コーヒー牛乳をクッて飲む時のこの手ですよ。行くぞっていう感じで巻き場を刺して、次、ここから難しい、歌おうほがらに。ここね、肩立ち、肩クロス、膝ポン、歌おほがらにと、こタッチタッチ、ここ難しいね、肩を同じ肩なんですけども、普通にタッチして、タッチ、次クロスタッチして、次膝タッチして、テーポン、1234 2234です。歌おほがらに。次、ここからはもうより楽しくなっていきます。共に手を取り、共に手を取り、ラン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 、ね、これはもうね、簡単ですね、楽しいですね。どっちの手でもいいです。下を受けて、受け手を作って、そこにもう一個の手をドッキング、共に手を取って、ラン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 揺らします。ラン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 、アヒルさん、ガーガー。ここ若干ちょっとね、グーパーつけながらガーガー、もうここはもう思いっきり感情、そしてこの声もね、解放してね、その動物になりきってガーガーね。あと同じパターンで、ヤギさんとかいろんなその動物、何でもいいです。猿、なんや牛、何でもいいです。いろいろね、変えながら楽しんでいってみてください。さあ、それではこれをつなげて本番やっていきましょうか。はい、ピクニック歌体操いってみましょう。3、はい、お顔越え行こうよ、口笛吹きつつ、空は澄み青空、巻き場を刺して、歌おうほがらに
共に手を取り、ランララ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 、アヒルさんガーガー、ララララララ、ヤギさんもミー、ララ歌声合わせよ、足並み揃えよ、今日は愉快だ。2番はい、丘を越え行こうよ、口笛吹きつつ、空は澄み青空、牧場を刺して歌おう、朗らに共に手を取り、ランララ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 、犬くんもワンワン、ララララララ、ニワトリおみゃおー、ララ歌声合わせよ、足並み揃えよ、今日は愉快だ、イエイ。はい、というわけで皆さんもね、ぜひ、行きつけの愛護予防サロン、お勤めの施設なんかでね、高齢者施設いや、世代間交流イベントなんかでね、やってみてください。それでは、本日もスマイルアクティビティトレーナータカちゃんにお付き合いありがとうございました。タカさんと一緒に心も体も頭もそして地域も活性化させていきましょう。それではまた会いましょう。ドンドン。